さあそれではどんどん参りましょう。昭和37年の第9位は、はい、遠くへ行きたいジェリー藤尾さんです。第9位に入りましたけど、もう55年経っても知らない人、今の時代でも誰もいない曲じゃないですか。そうですね、あの中学校の教科書に載りましたからね。教科書にも、音楽の時間。この歌は番組から生まれた歌ですよね。そう、あの NHK の夢で会いましょう、今月の歌です。それで歌われて、もうすぐにもうヒットしちゃったんですか。みたいね。一言ですね。今喜寿なんですって。そうそうそう、ひ孫は2匹、あ、2匹の2人。孫は可愛いって言いますけど、ひ孫になるとどうなんですか。疲れる。あ、そうなんです。スタンバイよろしいですか。あ、わかりました。すいません、お願いします。さあ、昭和37年の第9位、遠くへ行きたいジェリー藤尾さんご本人に歌っていただきます。ではどうぞ。NHK 夢で会いましょうの今月の歌として、平六輔、中村八大の六八コンビが生んだ名曲、読売テレビの長寿旅番組遠くへ行きたいの主題歌としても47年歌い継がれています。2人のお嬢さんも結婚、今はひいおじいちゃんになったジェリー藤尾さん、若き日の数々の武勇伝を胸に秘め絶唱です。37年の第9位、遠くへ行きたい。知らない街を歩いてみたい、どこか遠く行きたい。知らない眺めてみたい、どこか遠く行きたい。遠い藤尾さん、ありがとうございました。